大学で人気付きの教職員をしています27歳男です人気なしの1000人採用されるまでは結婚も彼女も欲しいと思わず研究活動を頑張ろうと思ってるんですが周りからいつでも結婚できる彼女できると思い上がるなと指摘されましたとはいえ将来が不安定ではそんなこと考えるようもないのですがひろゆきさんは独身で居続けるデメリットばかりだと思いますがちなみに彼女いない歴年齢です多分このパターンの人はできないですね彼女を作ろうと思ったら作れる人って今までに彼女がいたことのある人なんですよ 彼女ができた人って、女の人のいるコミュニティだったり、知り合いの女の人っていうのがいて、そういう関係、彼女とかパートナーっていう関係になろうと思ったら、いつでもなれるんですよ。一回でもなったことある人って、声のかけ方とか、そういうコミュニティへの所属の仕方とかを知ってるんですよ。 ツイッターとかで好きなアニメとかがありますとかだったら好きなアニメでそのコミケを行くみたいなのでクラスターで話をしてるときに鬼滅の刃好きなんだよねとかでなんか今度こうじゃあコミケ行くんだよねとかあったらあじゃあ一緒に行かないみたいなのっていうのを軽く言えたりするんですよ女性のパートナーがあった人は下心とかも全然ないし単になんかあの一人で行くよりも知ってる人で行ったら面白いと思うからみたいな感じで簡単に異性と仲良くなることが可能なんですけど一回も彼女ができたことがない人ってどうやってその異性と仲良くなってか 会話をすするかかとということすらからわないいいいでですすよ会話をしたこととがなななな人と普通付き合わないじゃないですかなのでまず異性と会話をして友人になるっていうところを行かなきゃいけないのにそれすらやれてない人がいざとなったら俺結婚できるっていやいやまだ女友達もいなくて彼女もいないのに何で結婚できると思うのってうのがすごい不思議なんですけどっていうのもあるので本当に女友達とか彼女がいる人がいつでも結婚できると思うんならいいんですけどそうじゃないんだったら27歳のうちから頑張ってください。 20代のうちは異性と付き合いやすいんですよ。27歳で35歳の女性に声かけると結構引っかかる率高いんですよ。35歳の女性でその若い男性と付き合いたいと思ってる人っていうのはいるんですけど、ある程度良い球で30歳の人って大体他にも結婚しちゃったりしてるので、なのでその年下で付き合いたいってなると、じゃあその35歳ぐらいになると割と空いてたりするので、まずそういう人と仲良くなって話をするぐらいからスタートしてください。 出会い系で、その年齢の高い人にとりあえずバンバンを、その中の申し込みとかして、ひとまず異性と会話をするっていうのぐらいからスタートするといいんじゃないかなと思います。まあ、を取り上げていただいた彼女いない歴20年齢の27歳男です。ご指摘の通り、女性とのコミュニケーションを理解できてないので、適当なアドバイとをしていただきありがとうございます。ただ、私は特に不利益がなければ独身でい続けてもいいのかなと考え、独身でい続けるデメリットを先ほど質問しました。それとも私は優秀な人間ではないと思っているので、そういう人は一人で世の中生きていこうとするも結婚できるよう動した方がいいと考えた方が良いでしょうか？独身でいることも。 ほぼないです結婚して他人と一緒に暮らすことが楽しいというのがわからないという話なんですよね。例えばあの寿寿司司を食食わわわななないいいデデメメリリッットト教えてててくくださ言れも人生にデメリットはないんですよ僕その寿司とかチョコレートとかマンゴッシンとか果物好きなんですけどでもそれって食わなくても死ぬことはないしデメリットは一切ないんですよ。なのであの一生寿司食わないでもデメリットはありません。 一生なんかあの美味しい食べ物を食わなくてもデメリットありません。なので、一生独身でもデメリットはありません。<laughs> デメリットがあるかっていう話でいくと多分ないと思うんですよ。でも、彼女を作ったりとか、じゃあ結婚したりとか、なんかあの家庭を作ったりとか、美味しい食べ物を食べたりとか、カレーを食べたりとか、いろいろなことをやることで、多分幸せを感じる構造って人間は持ってるんですよね。ラーメン美味しいとか。 すげえ腹減った時になんかハンバーガー食うとめちゃめちゃ美味しいとか、めっちゃなんか喉、喉乾いてる時にビール飲むと美味しいとか、でもそれって別に知らなくても全く困んないしデメリットはないんですよ。ただ、ま、人間多分あの、日本人だとあの80年ぐらい生きるんですけど、その80年ぐらい生きていく上で色々幸せなことを知ってた方が幸せに生きられるんじゃないかなと思うので、ただ別に幸せとか興味ねえしっていうんだったら全然いいと思います。 独身だといつか孤独で後悔するときますが、好きな仕事で稼いで趣味で人生を充実させても結婚してない子供がいないことで後悔しますか女です。後悔する人もいるし、しない人もいるんですけど、こういう議論でみんな忘れがちなのが、結婚しても相手先死ぬ場合ありますよ。<laughs> 孤独になるのが嫌だから結婚するとか言ってるんですけど、大体、あの、男性が先に死にます。日本って平均寿命で7歳ぐらい下がるんですよね。 確かあの日本人の男性が82、3歳で死んで、女性が89歳とか90歳ぐらいで死ぬんですよ。なので、あの、大体あの7年ぐらい前に男性死にます。<laughs> なので、老後一人で過ごすのは寂しいから嫌だって言っても、女性の方は残念ですけども、男性は先死にます。あなたは孤独になります。<laughs> 僕はまあ早めに死ぬ側なんですけど男なんで。 なのでまあ、あの、子供がいれば、子供がいるかもしれないですけど、自分の孤独を癒すために結婚するぐらいだったら、友達作れる能力あればいいと思うんですよね。90歳とかになっても、近所で友達作れる能力あれば、近所でゲートボールとかやってるいいじゃないですか。知り合いとか、その、話し合いっていうのを、その家族以外でも作るっていうのをやればいいと思うんですよね。人それぞれではあるのですが、人間って、その、社会的動物なので、 人とのコミュニケーションとか会話があった方が幸せだと感じるらしいんですよ。僕それ実はちょっとあの感覚的には理解してなくて、あの、誰とも喋らなくても何も気にならないんですけど、 幸せとは何ぞや的な学問をやってる人たちが統計を取って調査したりすると赤の他人ですらコミュニケーションを取ってる方が人間って幸せって感じるらしいんですよ。なので孤独が嫌だっていう人はコミュニケーションを取る相手っていうのは必ずいる状況に住んだ方がいいと思います。だからその田舎とかで周り全然人いませんみたいなところに住んじゃうと話し相手がいないっていうので不幸になっちゃうっていうタイプの人もいます。僕大丈夫なんですけどね。<laughs> そういうその寂しがりのタイプの人は、そういうのを作った方がいいと思います。ことの会話じゃなくても、じゃあその Twitter ちょうどの会話とか、YouTube のコメント欄とかでも何でもいいんですけど、会話をしてると脳が思い込めばいいだけなんですよ。本質的にはその脳がどう感じるかなので、昔ってその、 直接会って話をするというのが誠意であって、電話で会話をするとはいかがなものかみたいなのがあって、最近でもまだいると思うんですけど、LINE のテキストだけでその会話をするとか、人となんか別れるとかの時になんか LINE の一行で別れるとかどうなのとか、会社辞める時き LINE 一行で別れるのどうなのとかあるんですけど、でも人によっては別に LINE の文章だけでちゃんとコミュニケーションしてるっていう感覚が得られる人もいるので、なので別にそのテキストだけの関係の友達でもいいよっていう人は、それでも全然、 幸せになれると思います。はい 日本が経済成長するには少子化対策なので人口を増やし人海戦術でいくか教育レベルを上げて生産性を上げるしかないと思うのですが投票権の過半数を持っている高齢者はなぜ経済成長を下げるような政治家を選ぶのでしょうか自分の子や孫の世代のために未来ある日本にしようと思わないのか仕切りたまりませんまるでミスミのじいさんから種もみをかっぱらわ悪党と同じに思えてしまいます自分はあと10年20年しか生きないので自分だけが幸せでやればいいよねって考える人が割と多いっていうのがまあ現実だと思うんですけど 問題はその子供とか孫がいない人多いんですよね。今独身で一度も結婚してないっていう人の割合がだんだん増えてて。今50代で。 半分ぐらいいるんじゃなかったったけ一度も結婚したことなくてその子供もいませんっていう人子供がいなければ孫もいないじゃないですかなのでそういう人たちにとってその子供世代孫世代とかマジどうでもいいんですよあの赤の他人だしみたいな俺死ぬしみたいなっていうのがあったりするのでなのですよね今でもあの結婚する人って大体ある程度の収入がある人が結婚するんですけど逆にその収入のない人の,その結婚率ってめっちゃ低いんです 結婚して子供を育てるのってお金が必要だよねっていうのである程度の年収のある人じゃないと結婚に踏み切らないっていうのがあったりするのでなので結局そのある程度お金を持っている人が子供とか孫とかの未来のためにって考えるんですけどあんまりお金のない人で子供も孫もいない人だったらよくわかんない誰かの孫なんかより俺に金くれよっていう判断になるっていうのはまあ至極当然の考え方だと思うので考えとしては合理的だと思うんですよね。 なので、その、そういう考えの人が多くなってしまったという人口構成の問題なんじゃないかなと思うんですよね。個々の人の考えが悪いとかではなくて。独身の方が言う結婚したくないはほとんどの場合結婚できないが正解だと思うのですが、いかがですか賛成です。賛成というか、まあ、そんなもんですよね。日本人あんまり結婚しないよねっていうのが、その若い人結婚しないよねっていうのが言われるんですけど、年収6 100万、700万超えて20代だと大体結婚してるんですよね。お金を持ってると結婚したがるパートナーも出たりして、で、結婚してなんか子育てとかしても全然余裕があるよねっていうのは結婚するので、なので結婚したくないは結婚できない。なぜなら金がないから結構多かったりしますよ。はい、28歳、独身女です。看護師をしています。結婚はしたくないけど子供は欲しいですが、一人でも決心がつきません。子育てをするにおいて愛やお金やパートナー、お金がないパートナーでもいた方が良いと思いますかはい。 子作りする相手はいるんですよね。子作りしちゃって、シングルになった後に一緒に育ててくれる人って探そうと思えば結構探せたりしますよ。世の中って割とその働きたくねえやって思ってる子供やおじさん的な人とかニートとか無職の人って結構いて、働くのはじゃあその看護師のあのエミリアさんがやりますと。家で子育ての手伝いをするぐらいでゴロゴロしてるだけで飯食えるんだったら全然いいっす俺子供好きだしっていう人って結構いるんですよ。 なので、あの、多分ツイッターのアカウントを作って、あの、子育て手伝ってくれるひも募集っていうので、目線だけ隠して、スタイルのとこを見せると、あ、割と綺麗な人だからありみたいなので、結構普通にフォロワー増えると思うので、なので募集してみるといいんじゃないでしょうか。子供好きな男性って多いんですよね。表だって言わないだけで、割と僕の知り合いで、あの、子供好きだよって言ってる人結構いて、親戚の子供の世話すの大好きみたいな人ってそこそこいるんで。 子作りする相手と子育てする相手は違ってても全然いいんじゃないかなと思いますけど30代半ば年収2000万フルリモート勤務総計卒資格フリーランスこなしバツイチ独身女養子普通付き合ってる彼資格固定会社役員家に近いという理由で都心の需要前の 1K に住んでるが彼氏とは結婚予定なし無趣味友人ゼロだが、えー、不満や不安感じゃないマイペースで楽しきっており幸せであると思うが こののまま続けていいいか確信がないえ彼氏と別れて非非非か結婚を迫るか仕事に新たな展開を探るか養子を取るなど今後どうするべきかわからないどうするべきでしょうか彼氏が結婚する気がないが確定させた方がいいですね結婚する気ないんだと思うんですけどでただその会社役員ってことは多分彼氏と別れるとその年収2000万の仕事もなくなる可能性ありますよね。 なので、あの、今のうちからめちゃめちゃ貯金ちゃんとしてください。彼氏とはもう別れるであろうと。結婚もできないであろうという前提で、ひたすら貯金をし続け、結婚相手を探すっていうので、あの表向きはその彼氏として付き合いつつ、結婚相手を探しつつ、めっちゃ貯金するっていうのが。 安全ななんじゃいいかと思いますあと養子を取るだと基本的には夫婦じゃないと特別養子縁組とかの NPO とかがあの紹介してくれないんですよね独り身だとあの養子育てられない人ょと思われたりするのでなので養子を取るはあの知り合いの子どもとかで養子にしますとかっていうのを自分で見つけられるんだったらいいんですけどそうじゃないんだったらなかなか難しいと思います。